皆さんこんにちは、ミャオポー散歩でございます。今回はですね、カレーを食べに行きました。このお店のね、場所をですね、いつもの Google Earth で見てみましょう。名古屋駅からです。こういう風に行きまして、はい、橋の近くですね。ここです。ここがですね、クミンというね、まあ地元ではね、まあまあ有名なお店なんですよ。とは言ってもですね、住宅街にあるんですよ。そんなに混むはずないと思って、オープンの時間よりちょっとね遅れて、5分ぐらい遅れてかな、行ったんですよ。そうしたらね、もうね、並んでるんですよね、店の前に。で、並んでる人のね、会話をね、耳だんぼで聞きましたら、どうやらね、最近どっかのね、メディアに取り上げられたらしくてね、それでね、人がね、たくさん来てるんですね。並んでる人がね、見かけない人来てるわねとか言ってるんですよ。結局たまたまね、メディアで取り上げられた直後に行っちゃったんで、私もね、すごく並ぶ羽目になりまして、結局50分待ちました。まあ自分自身もね、新参者なんでね、まあもしかするとメディアを見てね、来た金髪野郎だと思われてる可能性ありましたけどね。なのでおとなしくしてました。で、まあ並ぶのも悪くないなと思ったのは、その時にですね、並んでる人に教えてもらったのは、ここはね、スタンダードなね、ビーフカレーをね、注文するのがいいよみたいな話聞いたんですよ。で、自分もね、最初そのつもりだったんですけれども、ちょっと変わったもの食べたいなとか思って、イカフライを頼んだんですよ。イカフライカレーで、辛さはですね、マイルドと辛めの2種類がありました。そしてね、ご飯のね、量はですね、結構選べるんですが、自分は今ね、肉体改造中なんで、ご飯は一番少なめ。だったら揚げ物食べるなよって思うでしょ。我慢できないんだよな。なんかね、カレー食べに行くとね、揚げ物頼んじゃうんですよね。この癖直さないとやばいな。結局ね、私にね、ビーフカレー美味しいよって言ってた人はね、ビーフカレー注文してましたもん。でね、それね、食べて分かったんですけど、これね、ルーがね、すっごいうまいんですよ。インドカレーのルーとはまたね、タイプ違うんだけどね、和風のカレーのね、コクのあるやつあるじゃないですかって言っても、なかなかこういう味にはね、出会わないから、食べてみるといいと思うんですね。でね、むしろね、揚げ物をね、トッピングしない方がいいなと思いました。もうね、ルーの味をね、逆に邪魔しちゃうんで、ルーだけで食べた方が良かったなってやっぱ思いましたね。並んでる時にね、教えてもらった人のね、アドバイスね、そのまま聞けばよかった。まあね、イカのフライはね、まあ美味しいですから、別にね、悪いってことはないんだけど、もうね、このお店はね、ルーの味をね、もう堪能したい。まあ多分ね、また行くと思います。まあ名古屋に住んでる人でも、行ったことないっていう人は多いと思うんですよ、カレー好きでも。ちょっとね、その住宅街の中にあるようなお店なんで、繁華街とはね、離れてるんですよ。なので買い物のついでに寄るとかってことはできないんで、もうその店に行くっていうつもりで行かないとね、行けないお店だと思うんですよね。ただね、それだけの価値十分ありました。ただしね、ここのお店はですね、今ね、いろいろな事情で、お休みがね、結構あるみたいなので、お店に行く前はですね、電話するなりなんなりしてね、営業してるかどうか確かめてから行った方がいいと思いますよ。実はね、私ね、非常にカレー好きで、最近ね、カレーのお店もね、結構行ってるんですよ。動画は撮ってるんだけど、編集終わってないのもね、たくさんありますんでね、これからどんどん紹介していきたいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。 Japan is so cool.